吹上公園に設置された最初のプレイマウントプレイマウントとは主に愛知県内の公園に設置されている滑り台の一種富士山滑り台とも呼ばれる円錐のような形状に成形されたコンクリート製の遊具で頂点は平らになっており斜面の傾斜は末端ほど緩やかになっている斜面の一部には登りやすいように石が埋められている九百六十年代後半に 名古屋市内の公園の整備計画で山形の遊具が考案され、1966年に吹上公園に初めて設置された。当初は富士山を意識して設計されたものではなかったが、市民からは富士山滑り台と呼ばれるようになる。同様の遊具は市内の公園に多く設置され、また問い合わせがあった周辺自治体にも図面が提供された。 2018年時点で中部地方に129個が確認されており、愛知県内にはその約96%に当たる124個、三重県に3個、岐阜県と石川県にそれぞれ1個という内訳であった。その後、安全性の問題からコンクリート製の遊具は避けられるようになり、1999年を最後に同様の遊具は作られていない。近年では、 ウレタンなどの柔らかい素材で作ることも検討されている。ABCD3K ウエスト、名古屋の滑り台は富士山形、180キロも離れた地で多数設置されているのはなぜ ?2021 年3月3日閲らん。ABCD 中京テレビ、歴史は50年以上、公園の富士山滑り台の謎発祥地とされる名古屋ではお馴染み。 2021年3月3日閲覧。AB 朝日新聞デジタル。富士山滑り台なぜ名古屋に集中研究して18年。2021年3月3日閲覧。Wikimedia Commons には、プレイマウントに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。